いつもロペラ用トラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2013年モデルのメルセデスベンツ S550 ロングエディション1をご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離は1万8000キロ走っているお車です。内外装特に目立った傷となく大変綺麗な状態を保った1台となっております。こちらのお車は外装色がダイヤモンドホワイト、インテリアがエディション1専用のサハラベージュとネイビーレザーの組み合わせとなっております。日本国内限定280台と大変希少なお車となっております。こちらは S63 用のフロントバンパーを装着しておりますので、非常に迫力が感じられます。ヘッドライトにつきましては、こちらですね、 LED のヘッドライトが採用されております。もちろんインテリジェンスシステム搭載となりますので、非常に視認性が良く、夜間走行時も安全にお乗りいただけます。搭載されておりますエンジンは 4.7 リッター V8 ツインターボ、馬力は455馬力を誇りますので、非常に走行性能も高いお車となっております。では続きまして、お車のサイドシルエットをご紹介させていただきます。アルミホイールは22インチのハイパーフォージドのアルミホイールが装備されております。またキャリパーカバーの方もゴールドの AMG のキャリパーカラーが装備されておりますので、非常に迫力が感じられるお車です。サンルーフにつきましては標準で装備され、クロージングサポートももちろん標準で装備されております。室内空間も非常に広々しておりますので、快適にドライブをお楽しみいただけます。では続きまして、リアの方をご紹介させていただきます。リアの方もフロントと同様ですね、 S63 仕様となっております。エンブレム、またトランクリットスポイラーとは、こちらの AMG のエンドですね、マフラーの方もエンドのみ交換されているような仕様です。またテールライトの方もブラックアウトが施されておりますので、非常に迫力のあるデザインとなっております。トランクに関しましては、もちろん開け閉めの方は全て電動で行っていただけます。トランク使用感なくですね、また広々作られておりますので、しっかりとゴルフバッグも積んでいただけるお車です。では続きまして、インテリアの方をご紹介させていただきます。インテリアの方はサハラベージュとこのネイビーのレザーの組み合わせですね。シートの方使用感なく綺麗な状態となっております。またウッドに関しましては、サンバーストブラウンマートルウッドインテリアというインテリアが採用されておりますので、非常に大人らしい落ち着いた雰囲気を漂わせる室内となっております。ではエンジンの方をかけていきます。はい、もちろんですね、レーダーセーフティーパッケージが装備されておりますので、安全性能も非常に高いお車です。また前席ベンチレーター、シートヒーター完備です。オーディオに関しましては、ブルメスターのオーディオが装備されておりますので、非常に音質よくですね、音楽の方もお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては、大型のハードディスクのナビゲーションですね。もちろんテレビの方もご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、バックカメラですね、しっかりと映ります。またエディション1になりますと、ショーファーパッケージが標準で装備されております。こちらの車両設定からパネルヒーターですね、お選びいただきますと、こちらのドアのアームレスト、センターのアームレストまでヒーターがついておりますので、こちらの設定も可能になっております。またこちらにはエディション1専用のエンブレムですね、装着されております。こちら開けていただきますと、格納式のドリンクホルダーですね。ナビの方は基本はこちらの方で全て操作の方が可能になっております。走行モードですね、エコモード、スポーツモード切り替え可能になっておりますし、サスペンションの調整もコンフォート、スポーツ可能になっておりますので、状況に応じて楽しくドライブをしていただければなと思います。車高の方ももちろん上げ下げは可能になっております。では続きまして、後部座席ご紹介させていただきます。こちらショーファーパッケージついておりますので、すべてリクライニング等の調節が可能になっております。こちらを押していただきますと、しっかりと助手席のシートも動いて、なおかつこちらを押していただきますと、フットレストの方も上がってきますので、くつろぎながらドライブの方はお楽しみいただけます。もちろんリアエンターテインメントも装備されております。シートの方はデジーノとなりますので、非常に座り心地が良く高級感を感じます。こちらルーフに関してもダイナミックのファイバーのルーフが使用されておりますので、こちらも非常に高級感を感じます。またこちら倒していただきますと、アームレストですね、ドリンクホルダーも装備されております。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとはいたしません。では今回は2013年モデルの S550 ロングエディション1をご紹介させていただきました。走行距離も1万8000キロと低走行ですし、内外装非常にコンディション良好な1台となっております。またエクステリアは63へと変更され、アルミホイールも22インチのアルミホイールが装備されておりますので、非常にかっこよくまとまった1台となっております。室内の方もエディション1専用となりますので、非常に贅沢を極めたお車となっております。弊社でも非常に人気の高いモデルとなっておりますので、ぜひともご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。